客席まで飛び込んだんですけれども、キングカイドウだ、スリーポイント。いやー、あの河村選手が起点になって、スピーディーな運びからボール、モニーからアウダ、森川、キングカイのスリー、おー、いいショット。まあ、前節も、ね、しっかり決めてましたからね、あのキングカイ選手なんですけど、趣味が実はスイーツ作りだしてはい、オフシーズンに妹と一緒にあのブラウニーなんかを作ってるみたいですね。はい、ここもダブルチーム、モリーなんとかつないでアウダへ、キングカイ、ここも左に見えるところからスリー、すごい、2連続でのスリー、これはチームを勢いづけます。アウダがスクリーンをかけに行く、スリーポイント決めてきました、キングカイ。前回も追い上げムードを作りましたのがこのキングカイのスリーポイント、2本決めてきましたね。惜しかったですよ。ようやくスクリーンに動いていきます。カーター、ショットクロックが3秒、外から打ってくる、決まりました。カーターですね。岸本、スリーポイント狙ってくるが、ここはブロック。ジンビッグマンのですね、小原選手と三原選手の対決、注目したいですね。ここ注目ですね。普段はね、この外国選手の出場で機会に回っている両選手ですが、大原が早速決めてきました。はい、スローインからのゲーム再開、すぐに得点決めてきた、きました。これが最後の攻撃となるか。カーター、ジャンパー打ってきた、ミドルショット決まりました。赤は目の前にクーリーがいる、高い壁、そして秋山から金海打ってきた、決まりました。いや、昨日とはまるで別のようなチームですよね。いや、本当に全く違うチームのように感じられます。キングカイです。タイからアウダー、限界からのこのキラーパス決めてきました。素晴らしい連携見れましたね。秋山も動いている。限界はここでジャンパー、決まりました。筆健さん、このキングカイ選手、はい、特別指定選手なんですが、まだ若い選手です、はい、この動きいかがですか。そうですね、将来が非常に期待されるプレイヤーじゃないかなと思いますね。ここはワンスリーワンのゾーンですよね。またしてもこのゾーンをいろいろ変えてきます。この相手のミスから、ここはきちんと得点つなげていきたい横浜。残り時間2分30秒となっています。点差は9点、スリーを打ってきた、決まりました。ゆっくりボールを進めていきます。アウダが必死に手を伸ばしていく。アウダはファール4つです。お、マイボールにしました。アウダにパスが通った。アウダは勝負に行きました。カウダ、ここもですね、ファウル4つなんですが、ディフェンスからですよね、取りに行きましたよ。ね、はい、キングカイと囲んでボールを取っての、もうすでに走っていたアウダ。